根底国家公園の一根底国家公園は、1984年1月1日、台湾で最初に指定された国家公園。平東県の台湾最南端にあたる、久し春半島に位置し、陸地面積18,084ヘクタール、海域面積15,185ヘクタール、合計とも33,269ヘクタールである。公園は、 南北町、約2 4トル、東西、約2 4トルであり、全域が熱帯気候に属している。台湾を代表する観光地。根底国家公園は、流行生態保護区、南志山生態保護区、高省湾海岸林生態保護区、砂島浜生態保護区とが乱尾公園、竜岩尾公園、根景公園、社頂自然公園、 猫花頭公園、竜蘭ン,ン公園と、その他の山岳、森林、河川、海浜、故障や、革命初級石や自然環境、文化、産業、歴史を紹介するいくつかの博物館や水族館などの施設からなる。大まかに6つの地域に分かれ、1、北東に位置する南一山や南一子を中心とした、 太平洋に望む南一山生態保護区、二、南東に位置する、ガラン花の岬。三、ほぼ中心の根底公園の山岳地帯とそのの、周囲。四、根底の南の海岸線である南湾。五、西南に位置する、猫花頭の岬。六、北西に位置する、広し千葉市の威北から、五湾に至る台湾海峡の海岸線に沿った、細長い地域である。 生体保護区は閉鎖期間や来訪者の人数制限があり、事前に中華民国山岳協会にて期間の問い合わせや入山許可や入園許可の申請が必要である。郵送なら30日前、本人が直接管理所に出向けば当日の許可判断がされる。資金には久し春古城があり、近隣には余恵音声や大宝国家風景区、小流急風景区などがあり、 根底国家公園と合わせて台湾屈指の一大観光地となっている。根底国家公園は台湾最南端の久し春半島に位置し、東は太平洋、西は台湾海峡、南は友江市海峡と3面を海に面している。陸地は西部の亀山から南部の暮れない芝の大地崖と海浜地帯にかけれ伸びており、南部は流浪深南側の猫花頭。 南湾、根底森林遊楽区、ガランハナ、東は太平洋沿岸の唐水、北は南人志、山区を含んでいる。海域は南湾海域及び亀山から猫花頭、ガランハナを経て北部、南人志湾の間、海岸町 1km の海域が広がっている。国家公園は熱帯性気候区に属し、年を通じて温暖な気温で、 熱帯植物が茂り、海域では、サンゴが群生している。また、根底国家公園はちょうど北緯22度線上に一致しており、この北緯22度は、世界の他の場所で言えば、ハワイのカウアイ島、南太平洋のニューカレドニアのヌメア、イルデパンと同じである。北西から南東、南西から北西の順に記載。南一山根底国家公園の北東にある。 山岳。大都が西山周辺関山猫花頭の岬の付け根にあり、白砂湾の北、竜蘭丹公園の森林地帯の南西に位置する。亀山根底国家公園の西側の入り口近くの台湾海峡海岸線付近にある標高72メートルの丘陵。北から南への順で記載。南人志湖、南人志山生態保護区の北にある湖。 竜付深石山と対抗の原子力発電所の北に隣接する湖。リューランタンの湖や周囲の森林地帯を合わせてリューランタン公園となっている。鉱壁湖南湾海水浴場と猫花頭の南端のほぼ中間の海岸線に位置し北には対抗の原子力発電所がある。南湾に接し鉱壁湖漁港がある。北西から南東南西から 北西の順に記載。旧棚湾根底国家公園の北東端にある太平洋に面する湾。出風美からくすと旧棚湾の中間にある太平洋に面する岬。余学水ガランビ灯台から加賀航路を北上し直線で約 12km 地点にある太平洋に面する海岸。ガランビ橋海峡に接する台湾側の東端にある岬で東は太平洋に面する。 詳しくは、ガランハナを参照。高昇湾、馬昇湾ともいい、船保石から平賀航路を、ガランビ東大へ約1、5キロメートル南下したところに位置する。日本当地時代は、日本最南端の捕鯨基地であった。南湾東は、花頭の岬から、西は、ガランハナの岬まで直線で、約10キロメートルの範囲のバシー海峡に接する湾。 公平湖漁港南湾海水浴場と猫花頭の南端のほぼ中間の海岸線に位置し、北には大港の原子力発電所があり、南湾に面する漁港。花頭橋海峡に接する台湾側の西端にある岬で、西は台湾海峡に面する。白砂湾台湾海峡に面し、花頭の北東に位置する湾。五湾以南から、 広口橋までの台湾海峡側、広口橋関山から北北西に約4キロメートルの地点にある小港湾。万里霧、万里道ともいい、広口橋から海岸線を約2キロメートル北上した地点にある海岸。五湾根底国家公園の西北端にある湾。キュートな大砂漠根底国家公園の北東端に、置市、下両系の川口付近にある砂丘。 吹雪イサゴガランビ東大から約4キロメートル北上した太平洋に面する海岸にある砂丘。下両系南ひとしこ水源と市北へ流れる。その後、旧棚台砂漠の南沿って東へ流れ太平洋に注ぐ河川である。高校継承、となり石山を中心とする山岳地帯を水源及び分水嶺とし北へ流れる。その後、渓谷沿いに 東へ流れ最終的に余額水と、吹雪伊佐ゴの中間から、唐水よりの太平洋に注ぐ日差し春冬岩で、最大河川である。石牛継承、狩石山を中心とする、山岳地帯を水源及び分水嶺とし、南へ流れ、そのまま本底の東約 1km の地点の南湾に注ぐ河川である。小道26号線章。 同道26号線は小道1号線に接続し、久し春からガランハナまでを千賀航路と言い,い、ガランハナから終点の唐久水までを加賀航路という。また千賀航路は根底地区において根底路とも呼ばれる。県道20号線県道200号線は久し春を起点とし、大都が石西山周辺の山岳地帯の北側をほぼ東に向かう。その後、 高校橋付近から北上し、南一山生態保護区の東を通り、南一山生態保護区の北部に沿ってまた東に向かう幹線道路である。その他、花頭の岬を中心に網の目のように走る道路も、根底は熱帯に位置し区内の動植物は豊かな生態を示している。 統計によれば動物は4,246種、植物は1,560種が確認されている。久し春半島や、甲州湾の珊瑚礁や、原生林の保護のため、ガランビ公園や、流行生態保護区などの保護区が設置されている。ガランビ付近の南湾での捕毛丸橋310種類程度が確認されている。陸ガニ観光のリア案内根底国家公園は、 台湾の最南端の日差し春半島の先端にあり、イルカの尾ひれのような形をしており、ひれの先端の西が猫花頭の岬、東がガラン花の岬であり、ひれの中央のくぼんだ部分に南湾海水浴場がある。主要幹線道路は平賀航路と加賀航路であり、平賀航路は夜景温泉を経て、日し春から南南東に南湾海水浴場に向かい、 その後、海岸線を南東に向かって、ガラン花の灯台までであり、加賀航路は、ガラン花の灯台から、唐薬に北上する、海岸線を走る道路である。観光地は、県道20号線の北東に、南人市山生態保護区、西に出荷があり、小道二26号線においては猫花頭、関山、郝壁湖漁港、白砂湾、万里霧以外は、 平賀航路と加賀航路の幹線道路周辺にある。商業地の中心は、平賀航路の南湾海水浴場とが乱花の、東大のほぼ中間の根底地区であり、学校や警察などもここにある、猫花頭の岬の付け根に関山その北東に、流乱ン,ンが隣接している。南等山、関山、亀山を除きそれ以外の山岳は、 ショートガ狩石山を中心に隣接する形で点在し、ガランハナの岬の付け根からやや西寄りに大きな山岳地帯をほぼ円形に展開している。そのため、ガランハナの岬からその付け根の山岳地帯の内陸には主要な道路がほとんどなく海岸線を走る、平河航路、加賀航路と門マラ山の北にあり久し春から高校橋までの 県道200号線と高校橋から高校系の下高東西につなぐ県道200号号線に3方を囲まれた形になる。それに対し猫花頭周辺は起伏が少なく周辺住民の住宅地となっているので網の目のように細かく県道の平行路が整備されている。南一山生態保護区はちょうど26号線が余学水で終点となっており、 海岸線に道がないため、県道2 0号線から内陸を北上しなければ、行くことができない。観光の要素特徴は奥澄んだ、サンゴ礁の海や、熱帯性の植生や、独特のサンゴ礁石灰岩が作り出す風景や、景観、温暖な気候などともに、豊かな魚場による新鮮なシーフードや、干物、南国の様々なフルーツ、台湾南部で盛んなアガモの養殖など豊富な、 食材による料理があり、また台湾でも第3位の茶どころで高校付近で作られる高校茶が名産となっている。最良のリゾートや観光地として知られ、特にマリンスポーツなどが楽しめ、世界有数でありながら比較的空いているサーフポイントやダイビングスポットが点在し、潜在的な需要は高いと言われているが、高尾などに比べて割高な宿泊料金設定や、 鉄道の乗り入れがないことが弱点となっていて、海外の観光客の需要は少ないと言われている。ただし、日本に対しては2007年9月より自動車免許の相互承認措置が実施されたことと、2008年3月よりビザなし滞在が30日から90日に改められたことにより、レンタカーの利用や長期滞在による割安な滞在施設の利用などが可能になり、 来訪法人の増加が期待される。また2007年1月からの台湾高速鉄道開通により、ほぼ最北にある台北からも高尾経由で、鉄道、バスなどを乗り継げば、最短で約5時間半のアクセスになり、最南端にもかかわらず、台湾国内でも身近になった観光地である。南一山生態報告周辺は、 根底国家公園の管轄区域とは別に古くから地名として満州と呼ばれる龍岩尾公園から北のボタン号朝日海までの地域に属している。詳しくは満州里を参照。根底国家公園は設立時にはすでに市街地、蛍光業地、観外農業地、観光地であったことや道路の開発や原子力発電所が隣接するなど環境や 自然の保護など様々な問題を打ち抱えしているが、南人し山生態保護区は、その広大な面積からもわかる通り、手付け数の自然そのものであり、砂丘、河川、滝、海岸、故障、丘陵、森林、遺跡といった根底国家公園の特徴を全て備えている。それゆえに、自然保護や、その回復のため閉鎖される期間もたびたびあり、 入園の制限も少人数に止まっていて、交通網も整備されていないので移動に時間がかかるなど不便な面があるが、また、それが魅力ともなっている。レジャーやマリンスポーツを楽しむには物足りないが、自然と触れ合いながら健康促進のためのトレッキングを楽しむには最適と言えるだろう。旧棚大砂漠、南一山生態保護区の南に位置する台湾最大の砂丘であり、 砂は均質で風により吹き上げられ、様々な起伏を生み出し景観を豊かに形成している。特に冬場の東北から吹く季節風は砂丘が形成された起因ともなっている。また、この起伏に富んだ砂丘を観光資源として利用していて、レンタルされているジープやバギーカーで最大40度の砂丘の傾斜を走破することができる。南一子、南一子山生態保護区は、 南人志山管理省起点都市南人志湖までとなっていて、距離は4 3キロメートルで徒歩の往復の時間として、およそ3時間くらいである。南人志湖は、下両系の水源となっている。手付数の自然としての湖は、清涼な水をたたえしか、両系が太平洋に注ぐまで透明でき柔らかな流れとなっている。系は、久春で、 高校系についで2番目に大きな渓流である。テナガエビやサギ、カモ、ガンなどの渡り鳥が生息し、水辺には湿地性植物や水性植物が繁茂し、湖の周辺には熱帯植物の森林が形成されている。南一市山未開発の低海抜熱帯紅葉樹林である、南一市、山森林があり、台湾の植物の1、3が自生死固有種も多い。 気候分布も熱帯と亜熱帯に属することと長期にわたる東北季節風の影響で約2000メートルにある高山植物から低海抜熱帯雨林までの植生が標高500メートルの高度差の南とし山地域にあり貴重な環境を持つ自然保護区である植物のほか昆虫や動物も多種が生息し固有種も多い馴染みのある動物としてサワガニ 赤ガエル、コノハチョウ、ジョロウグモ、トカゲなどが見られる。台湾は面積比に換算した蝶の生息数は世界一位であり、蝶の観察では、南糸市山も台湾で有数で温暖な気候により、一年を通じて数十種類の蝶を見ることができる。南糸市山石板や旧棚湾側の南糸市、山の麓に位置する原住民の遺跡である。 約700年前の石板を積んだ住居が4列に並んで約60個あったとされるが、ほとんどが倒壊している。台湾原住民のバイワン族の住居に類似しており、屋内で豚などの家畜を飼育していた跡があり、屋外には祭壇が完全な形で残っている。七の光爆不満州里に属し、南人志山の西にある渓谷の渓流にある7つの滝を指す。 駐車場が完備され、そこから遊歩道で渓谷を登っていく。1の滝と2の滝は約20メートルの崖に連続してある。3の滝は約11メートルの緩やか円弧を描く崖にあり、4の滝は約6メートルで白糸の滝と言われている。5の滝は約13メートルでまっすぐに一筋となって流れを落ちている。6の滝は約10メートルで末広がりに落ちる。 七の滝は一番小さくひっそりとした印象である。出風美質風花は余学水の北側、旧棚村の南一市湾までの海岸線の中間あたりに位置する。竜岩尾公園付近から太平洋に面する海岸線を眺めた時に最も突出した岬でもある。根底国家公園の海域管制区であり、何の設備もなく原子の姿を止めているため、 道路が北からも南からも途中までしか整備されておらず、徒歩でしか行くことはできない。遠くから眺めると平らな土地に見えるが、海岸は海の浸食により形成された平らな台のような岩や巨大な卵石や表面の穴が蜂の巣のようになっている岩があり、散策する上で注意が必要なほど足場の悪い場所もある。ここにある砂岩層には断層が はっきりと見て取れる場所が3箇所あり、2つの断層が、将棋盤のような正方形を形作り、もう一つが斜めに重なるように走り、階段のような造形を生み出している。岩の海岸の磯辺には、たくさんの宝来唐松が生息し、近隣の漁民は、好んでこの貝を取っては、水で煮たり、塩漬けにして食していて、デフ花の特産物の一つとなっている。 余学水余学水高校系から海岸線をほぼ西に北上し約2トルに位置する。祈岸海岸というほどを河かせんと滝からなる風景区である。元は唐水といいここにある滝を意味する台湾語であったが、小渓谷がこの地を訪れた時にのんびりした雰囲気から、お地に楽の字を当てたことにより解明され、由来となった滝にも三階の滝という名前が付けられ、 観光地として脚光を浴びた。駐車場が完備されていて、そこから遊覧車で移動する。途中には展望台があり、ここからの眺めも絶景とされ、遊覧車の終点は3階の滝である。祈岩海岸予学水海岸予学水風景区に属している海岸線を指す。下風花と同じ地質で風雨や波浪により、祈岩の海岸となっていて、 ライオンやウサギといった名称が岩や石や崖につけられている。また近年では根底国家公園周辺のサーフスポットの一つであり、土産物屋や売店と並んでサーフショップもあり、休憩場も備えたサーファー向けの海の家もある。ガラン花は平賀航路の船保石から最南端のガラン、微灯台までの南湾及び橋海峡に面する地域と加賀航路のガラン。 微灯台から吹雪イサゴまでの太平洋に面する地域の岬である。海岸やサンゴ小石海岸に自生する熱帯性植物などが生い茂り、独特の地質が雨や海風や波などにより削られた奇岩、海石や洞窟などが見られる。海水浴や釣りも楽しむことができ、熱帯性植物を住みかとする野鳥の観察などもできる。 海岸沿いには固定時風のコーヒーや台湾茶を提供する喫茶店や宿泊施設または観光施設があり駐車場も完備されている。ガランビ公園及びガランビ戦士時代遺跡についてはガラン花を参照。ガランビ灯台ガランビ灯台台湾最南端の石踏みガランビ灯台は台湾最南端の灯台である。現在は周囲一帯が ガランビ公園となっているため、公園に入場しないと東台まで行くことはできない。19世紀中期、各国の船舶がガランビ近海を航行する際に、外海7世所付近に座礁を転覆するケースが後を絶たなかった。新潮は1883年、米英日などの要請によりガランビ東台を完成させている。建設当時は世界唯一の武装東台であった。 日清戦争後、新軍は東台を爆破して撤退したが、1898年に日本政府により再建された。しかし、第二次世界大戦でアメリカ軍の空襲により再度破壊され、現在の東台は戦後に再建されたものである。東台は白色の円柱形であり、東台高さは24.1メートル、新式大型4等旋回照明を備え、 180万、カンデラの光を10秒間隔で照射している。有効照射距離は27.2回りであり、現在台湾で最大出力の灯台として、東亜の光の異名を有す。なお、ここにも台湾最南天衣装表紙がある。流行自然生態保護区ガラン花の最東端に位置し、流行三五章区とも呼称される。ガラン美活動中心ガラン美灯台から、 カカコ路ロを、吹雪きいさごに向かい、北上したところの竜岩尾公園の近くにある、ユースホステル。竜岩尾公園日の出時の根底竜岩、は、公園石灰岩の地盤が、地殻変動によって隆起した、海岸線にある断崖。海風や、波や雨によって、脆い石灰岩の断崖が削られ様々な造形を、生み出している。足場が悪いことと高所であるが、 防護柵などの安全対策は取られておらず、人工物がなく景観は良い,いが散策には、注意が必要である。カカコ路ロのガランビ灯台と、フブキイサゴの中間に位置する。フブキイサゴ、フブキイサゴは、カカコ路ロのガラン花とカラクスイの中間点に位置し、ガラン花から約7キロの地点にある。根底は主にサンゴ礁石灰岩の地質からなるが、唯一、フブキイサゴだけが赤土に、 砂の混じった地層となっている。その地盤や断崖を、海風や波や雨が長期にわたって浸食し、夏の雨季になると窪地に雨水が溜まり、浸食された地面が砂となって海岸に流出し、川のような流砂を作ることが知られている。また、一部では、砂が崖の上から約70メートル下の海岸まで落下し、滝のようになる現象も見られる。 そして海岸に流出した砂は断崖に向かう風によって舞い上がり陸上に逆流するようになりこれが吹雪イサゴの特殊な地形や砂丘を形作っているこの砂丘は船ほいの後方の大地まで続くが加賀航路が開通したことと林務局がキマ王を植えたため近い将来には熱帯性植物が繁茂し砂丘の拡大は抑えられつつあることから 砂が空を覆う光景も見られなくなることが懸念されている。高昇湾海岸林船が航路の船堀市から高昇湾に至る長さ約 1.5km の海岸線にある熱帯性海岸森林。この森林は生態保護区に指定されており台湾における最低海抜の森林であり台湾でも数少ない最も完全な状態の原生海岸森林でもある。この森林は フィリピン、マレーシアなど南洋群島の海岸植物の種子が黒潮に乗って流れ着き繁殖したものであり、別名を漂流林とも言う。高潮湾海岸林には合計202種類の野生の遺タバ植物が茂っており、学術研究の対象になっている。国家公園に指定されてからは伐採などが制限されるようになった。もともとは南湾より、 ガラン花に至る長さ12キロ、約500ヘクタールも及ぶ、深緑の熱帯性原生海岸森林であった。人口の増加に伴って、付近の住民が伐採して、薪材として利用し、伐採の跡地を開墾して、サイザルアサなどの農地とした。そのため、この地域一体の原生森林は、減少の一途をたどり、現状の長さ約1.5キロしか残っていないが、面積、 約2ヘクタールの熱帯性原生海岸森林は今でも完全に保存されている。大都会石山の周囲の山岳地帯も根底国家公園の中で大きな面積を占めるがほとんどが山岳であるため登山以外の観光としては出荷を除いて衝動26号線と平165号線付近に点在する。山岳地帯であるためどこも眺望が良く自然の中に あるので、都会の喧騒から逃れるには最適の場所である。また、根底国家公園は一年を通し、晴天率が高いので、標高が多少なりとも高く風通しの良い、立地条件は、一つの魅力となっている。大都がり石山登山では、根底森林遊楽区ゲートより入山し、根底牧場を経て稜線沿いのルートとなっていて、山頂までの往復所要時間は、 約3から4時間である。また、山頂からは、久し春半島全域が眺望できる。ただし、山頂の中心部分である岩山の大石線と、大尖石山のふもとに広がる根底牧場の一部を除いて立ち入り禁止になっている。根底森林有楽区根底森林有楽区根底、森林有楽区はかつて、亀赤くと称し、パイワン族。 カメ赤く社の部落が存在していた。日本統治時代に熱帯植物513種が持ち込まれ、戦後は台湾省林業試験所、久し春文書により根底熱帯植物園が経営され、1968年に根底森林遊楽区が成立した。根底森林遊楽区は、海抜、 約230から300メートル面積は約435ヘクタールであり、根底国家公園の蓄地部分の約2.5%を占める。現在76ヘクタールが開発されている。有楽区は全域で隆起した珊瑚障害が広がる中、約1200種の植物が確認されており、ヤシ、ユシ、土地に川、薬用、 熱帯果樹等の17観光エリアに分かれている。また、在戦等、銀流道等の商入道が存在している。根底牧場台、尖り石山のふもとの新大地区の斜面にできた、台湾最大の食肉牛の牧場であり、畜産試験所、久し春分所に属している。北には、大がり石山が望め南には、根底や、南湾や、猫花頭が望め、 久しゅん半島の南端が一望でき、緩やかな山の斜面地なので、どこにいても素晴らしい風景が広がる。東北からの季節風が、牧草地に適していて、牛のほか、羊や少数ではあるが馬が放牧されている。牧場の一部が開放されていて、名物の冷凍ステーキ肉や、ビーフジャーキーや羊の乳からできた、アイスキャンディーが売られている。社いただき自然公園社。 頂自然公園は、根底神林遊楽区に隣接しており、根底国家公園の中で、比較的新しく開発された公園である。サンゴ礁と、植物群が主要な特色となっており、東北の季節風の影響を受けた、サンゴ礁石上の樹木が、長祖のある自然の芸術を形成している。園内には豊富な動植物と石灰岩洞窟及び、サンゴ礁岩の亀裂による景観が広がっている。 植物は329種以上、原生の馬の鈴草か、未完化、ガガイモ化等の食中植物が大量に分布している。また蝶は50種が確認され、蝶の観察に適している。出荷出荷根底国家公園の広大な地域の大部分の地下に天然ガスが埋蔵されており、そのガスの源となっている霊岩層は根底層と名付けられている。この天然ガスが噴出し、 点火した状態を出火期間といい、出火の地名の由来となっている。久し春東門城から約100メートルの地点にあり、ガスの噴出口は定まっておらず、時期によって出火地域の中で移動する。危険なので噴出口の頻度の高い場所を柵で円形に囲っているが、その周囲からも地上に天然ガスがあちこちから噴出している。また、春から夏にかけては、 雨水が噴出口を塞ぐことと湿気により火が弱くまた着火しないこともあるので秋から冬が観光としては最適である。昼間は周囲で出荷の日を利用した焼き芋や卵が売られている。またアルミのフライパンに入ったポップコーンも売られており観光客が思い思いに調理しているが火力が把握できず炭にしてしまう人も多い。南湾南湾は 猫花頭の岬から、ガラン花の岬までの湾であるが、猫花頭及び平和航路の南湾、海水浴場から船堀島までの範囲が、海水浴場などが多数、あり風光明媚であり、各海岸により、スクーバダイビングやサーフィンに適した場所がある。平和航路の根底路付近は観光施設、宿泊施設やレストランが立ち並ぶほか、国家公園警察隊事務所、 発出所や小学校やスーパーマーケット、コンビニエンスストアなど地域住民の主要生活圏や商業地にもなっていて、裏通りに入れば一般の民家が立ち並んでいる。根底路付近は高速バスや路線バスもここで多数の乗客が乗降する交通の起点ともなっている。南湾海水浴場南湾海水浴場は南湾に面した海水浴場で古くは 大分らちと呼ばれ、海の青さから、愛湾、白車の輝きから、金社湾とも称されている。サーフポイントでもあり、ダイビングスポットにもなっていて、ウィンドサーフィンや、ヨットも楽しめる。更衣室やシャワー、用具のレンタルショップや、レストランや、観光案内所もあり、近隣には宿泊施設として、コテージやバンガローンが点在する。ホイシ船ほいし船ほいしベいが航路の南湾。 海水浴場からガラン花のほぼ中間に位置する。船帆石は高さ18メートル、周囲35メートルで、付近の珊瑚礁石灰岩の大地が海岸まで転がり落ちたものが、風雨や波によって侵食された巨岩である。また岩室は、初期の隆気珊瑚礁の石灰岩で硬いため、長期間海中に喫立している。この姿が、 小船の帆のように見えることから船帆石と呼ばれている。また、近くで角度を変えて眺めると、アメリカの元ニクソン大統領の横顔に見えるとの、ことで最近では、通称、ニクソンの塔とも呼ばれている。この付近の海は、ダイビングに適していて、台湾だけでなく、世界各地からダイバーが訪れるため、付近は、レストラン、バーや、宿泊施設などが作られ、 次第に賑にわいのある地域となりつつある。砂島根底青年活動中心根底青年、活動中心根底青年活動中心は中国青年嗅国団が経営する宿泊及び会議の施設である。施設は17棟の建築物で構成されており3号院、3、おち院、四号院等の敏南式の伝統建築様式が採用されている。また各棟は台湾で 一般的な道合が命名され、貧南式建築住宅博物館の異名を有す。敷地面積は24ヘクタール、3面を海に囲まれた見晴らしの良い立地となっている。勤務むし書院活動中心は建築家間法徳により設計されている。根底戦士時代遺跡石流計の東側にある戦死時代の遺跡。1903年に 日本人の宮本の人によって発見され、約紀元前2000年前のものとで、多くの石棺が発掘された。台湾国内でも貴重で、洞窟や破壊などの被害を全く受けていない、よく保存されている数少ない戦死時代遺跡の一つである。なお、発掘されたものの中には、細縄門陶器と呼ばれるものがあり、最縄門陶器は新石器時代の工芸技術や、 芸術的観点からも特徴的な表現手法とされる。猫、花頭、岬猫花頭は、鉱壁湖漁港から最南端の猫花頭の、岬までの南湾及び、バシー海峡に面する地域と、猫花頭の岬から、白砂湾までの台湾海峡に面する地域の、岬である。猫花頭は、台湾海峡とバシー海峡の境界地点にあり、ガラン花と共に、 台湾最南の両端をなす。猫鼻頭は、珊瑚礁石海岸が、波浪、風雨や潮の結晶、砂による侵食や長期間の誤解類や、節足動物による妖怪侵食でできた海岸地形で、高所から俯瞰すると、スカートのプリーツのように、ジグザグ下の鋭い海岸線から、スカート状の海岸線とも呼ばれている。外貨にある南海、道口の前には、 落下した珊瑚礁石灰岩が猫がうずくまるように座っているように見えるため猫花頭と呼ばれる。猫岩の北側海岸には侵食により自然が作り上げた様々な形をした奇岩解析が多く南側海岸には蜂の巣のように侵食された平らな珊瑚礁の百丈時期が続いている。猫花頭も海水浴や釣りなどが楽しめるがガラン花は 近代的なリゾート地であるが、猫花頭の周辺には、民家や共同住宅が立ち並び、海浜地域もどこか漁師町を彷彿とさせる雰囲気を持っている。猫花頭公園猫花頭公園には、猫岩から北の高台に、二つの展望台が設置されている。展望台からの眺めは、猫岩、蕎麦海とも言われ、久し春八景の一つに数えられている。 特に夕日の沈む、黄昏時の風景は格別と言われる。砂浜や珊瑚礁の岩場での磯遊びや潮干狩り、海藻鳥や磯釣り、スキンダイビングなどを楽しむことができる。超音寺超音寺は1981年8月に猫花頭の高台に建てられた約100坪の2階建ての白亜の仏像でおくるみが奉仕されている。前提には、 高さ約2メートルのブロンズ製の観音像が黒大理石の台座の上にあり、新国の時代から公海上の難所として、世界各国の船舶や第二次世界大戦中日本をはじめ、各国のこの付近の海域で撃沈された船舶や、艦艇と共に海没した人々異例のため、混流された。なお、混流にあたっては、第二次世界大戦中、 バシー海峡でアメリカ軍の潜水艦によって撃沈した輸送船の数少ない生存機関車である中島秀治の資材と遺族の募金によって終戦後になされたものである。公平湖漁港公平湖は根底国家公園内の最大の漁港で第三原子力発電所の海岸線路にし、久し春賃貸港里にあり、原子力発電所の東は南湾海水浴場がある。 漁港といっても1984年に根底国家公園管理ところが成立した後に完成区となり観光事業を発展させるために観光工楽港として位置づけ整備し漁業と観光を兼ね備えた湖にある港となっている。公壁湖漁港は台湾で最も大きなマリーナで350層の船舶が停泊できマリーナと漁港は港の出入り口を共用しており 外側が漁港、側がマリーナとなっている。またヨット、モーターボート、水中観覧船など様々な観光船舶や、水上オートバイ、ウィンドサーフィン、パラセーリングなど、多くのマリンスポーツが楽しむことができ、内外の観光客で賑わっている。この付近の漁場の毎年の漁獲量は非常に高く、台湾沿海の中で一番海洋生物が豊富な場所である。 ソフトコーラルや色とりどりの熱帯魚が生息しており、ハモ、エビ、貝類、海藻といった海洋生物もたくさん生息している。夕方になると漁船が寄港し新鮮な魚が水揚げされ、食材としてまたは海鮮料理店を目当てに地元客と観光客で賑わっている。リューランタン公園リューランタンという湖と南西に隣接する原生林からなり、 リューランタンの総面積は約1750平方キロメートルにもなる。またリューランタンを水源とした灌溉用水が張り巡らされており、周辺地域の水田地帯を作っている。秋や冬には渡り鳥が飛来し、台湾屈指の野鳥生息地区であるため、リューランタンの西岸にある自然センターには鳥類生態の展示館があり、多種に渡る鳥類の生態を紹介している。 京野佐展示館京野佐展示館とは、竜蘭丹南岸に位置し、敷地面積は18ヘクタール。館内には、日本統治時代の台湾繊維株式会社の宿舎跡や神社の鳥居、京野佐製造工場が残り加工機等が展示されている。関山平井石別名を高山岩尾とも称し、久し春南西部の海抜152メートルの地点に、 一致している。久し春半島の西側の岬の高地にあり、隆起した産後礁石海岸で形成された岩山。眺望に優れ、台湾海峡を望んでの関山石礁は、根底を代表する風景でもあり、南台湾の名称の一つに挙げられている場所でもある。山頂の福徳宮は、福徳精神を祭り、100年ほど前に産後礁岸で作られた珍しい病とされる。 福徳宮の前からは、根底随一の日の入りが見られ、その眺めは、絶景とされ、記念撮影に、多くの人が訪れる。白砂湾白砂湾佐島浜は、入浜禁止になっているが、白砂湾もその名通り純白な砂浜があり、長さ約400メートルにも及び、砂島浜と同様に、炭酸カルシウム性の化石砂の含有量が87.6%以上にも、なる。 静かな昇降湾で、東側に、屏部状の台地があり、海水浴場になっているので、砂島浜と遜色ない砂浜を楽しむことができる。亀山根底国家公園の西側の入り口から、衝動26号線を、保育付近から剣道平153号線を西に、向かい海岸線付近にある亀の甲羅のような形を、下、なだらかな丘陵。山頂からは、 久し春の立谷平原をはじめ、捕力系と夜圏の河口や西には台湾海峡が広がる。国立海洋生物博物館、亀山の西に位置し、豪安に面する台湾で最初の国立海洋生物博物館である。山と水に囲まれた立地環境に立ち、海洋生態環境の保護を主題とし、その具現化のシンボルとして水の特性を表現している。 博物館地区は35.81ヘクタールの面積を持ち環境保護に配慮し、低密度建築開発の方法を選択した。結果、台湾水域間、サンゴ王国間、世界水域という3つの展示館に分かれその間は、歩道で結ばれている。周辺緑地とサービス施設は60ヘクタールで、敷地面積は博物館地区と合わせて、 合計九十六点八一ヘクタールになる根底大概根底大概は根底夜市とも俗称され根底エリアで夜を中心に最も賑わう地区である国立公園内に証券と夜市が位置する世界でも珍しい地域である現在は各種宿泊設備飲食店水上オートバイや原子力発電所が立地し公害をはじめ大気水質汚染や 海水温上昇等、公園内の生態系破壊の現況となっているが、国家公園成立以前に都市が成立したため、政府による立ち退きを行うことができないでいる。根底大外の範囲は、根底大湾から根底昭湾サナダの間である。沿線には、夜間営業のバーやクラブ、屋台等が立ち並び昼夜を問わず、水着を身につけた内外の観光客が行き交い。 南国リゾート地の賑わいを呈している。昼間には地元の人々が観談をする場所もあり、観光客からすると少し怖く感じるかもしれないが、とてもフレンドリーな人々が集まっている。また、根底テイの宿泊施設が密集し、プライベートビーチをユースなつとさなだし店、外産定店や、旧国団の根底テイ青年活動センター等が設けられている。 根底で秋から冬にかけて吹く強いおろしを利用し、寒寒期に観光客を誘致する目的で、平東が政府が始めたイベントである。地域全体が各種風林の音色に包まれるが、主催団体の支出問題に加えその効果が不明であるため中止が検討されている。春天特館は、2名の外国人により開催された野外ロックコンサートとそれに関連するイベントである。 毎年4月5日前後の春休み期間に開催され、多くの観光客が訪れる。元来は1970年代にアメリカで行われたウッドストックフェスティバルを参考に行われていたが、近年は商業的な入場料を取るコンサートとなり、また付近では様々なパーティーが行われその会場内で麻薬が摘発される等の問題点も発生している。なお、近年、 春天特館の開催期間と同時に開催される、より商業的で大規模なイベントがあり、春天特館の知名度を借りた恋に混乱させるような宣伝が行われている。そのため、地元台湾のマスコミさえも、どれが春天特館なのか区別ができないような状態に陥っている。また、宣伝の結果、観光客は春天特館以外のイベントに流れ、 春天特館は創作系ロックバンドとその熱心な愛好者による本来の素朴な姿に戻りつつある。東北の季節風により巻き上げられた砂が浮気になると雨水により海岸に漂着するという循環により形成された根底の海岸風景であるが現在政府により観光道路が建設され特に満州里では海岸の放火岩を破壊して5メートル幅の 舗装道路が建設され、またその後方に、防風林を建設したため、風による砂の堆積作用が妨げられるに至った。また街頭設置により、根底での夜空が明るくなる公害が発生し、天体観測に影響を与えている。久し春地区の元来の住民以外に、国家公園指定後多くの観光客を誘致し、また観光業者による開発が進められている。 過度な開発は大規模な水質汚染を引き起こし、根底の産後が死滅し、また、観光客による貝の採取により、根底地区での貝類の減少が指摘されている。また、製資業を計画した台湾ソニカワ工業により、中南米から持ち込まれたエピルイピルが繁殖し、根底の在来種の生態系にも影響を与えている。この他中心地である、 根底対外に密集するホテルやレストランによる排水、水上オートバイの流行や台湾電力の南部展示館の建設など根底の生態系を脅かす要素が数多く存在している。台湾電力第三原子力発電所から排出される高温の冷却水により産後が発火、死亡する現象が報告されている。2001年、ギリシャ船籍のアマルガス号が 根底概要で座礁し、燃料の重油が漏れる事故を起こした。流出した重油は、流行海岸に漂着し生態系を著しく破壊し、その復元には一世紀を要するとも言われている。詳細は、アマルガス号事件の項目を参照。平東県政府ホームページ。 根底国家公園生物データベース http コロンスラッシュスラッシュバイオドット k t p n p g o v t a y l o r w a t t スラッシュありがとうございます。